ことは何もないんだけどさ、やっぱ移動ってその体力使いますよね。気が張ってるって言ったらいいのかな、わかんないけど、そう、なんか移動だけで疲れるっていうのはすごいアイドル始めてよくわかることだなと思いましたね。うん。ほら今普通に移動中もリハの振り V 見たりとか、そんな感じでずっと何かしら仕事してたり SNS とかもねしてたりするから、まあ確かにって思うけど、うん。そう、座りっぱなしなのも疲れるよね。そう、明日よろしくお願いしますね。きっと東京会場だからこそ来れるよって方もいらっしゃるだろうしね。私は遅い部なので、そう、なんていうのあれなんですけど、新幹線でも酔うときは酔いますよ。私全然酔う、あの、その本当にその時の体調とか環境とかによる。本当に明日の喋り会はお布団の中からでもいいよ。どういう状態？こんばんは、ありがとう、来てくれてってこと？やば。歩いている時も酔いますか？歩いてる時？え？場合によっては場合によっては、あ、ほとんどないけど、よく人にびっくりされるのはブランコ乗ってると酔うっていうと、えって言われる。よくブランコだけでみたいなまあ歩いてるときは基本的には酔わないかな。体調悪いとかじゃあるんじゃないですか。そうそうそう、うん、ブランコ、そう、ブランコはやっぱある。でもまあ基本的に何事も音楽聴いてると音楽聴いてるとマシですね。音楽聴いててもダメな時はあるけど、体調次第で。まあ昔は本当に何でもダメだったけど、今は基本的に音楽聴いてたりとかすれば大丈夫。あとまあ酔い止め飲んだりとかね。この前の過剰力の帰りの時は音楽聞いてたんだっけ、音楽聞きながら SNS 触ってたんだけど酔いましたね。多分陸路が悪かったんだと思うんだけど、ありがとうアイス、ありがとう。昔よりは酔わなくなった。最近だからゲーム酔いもよくしてたんですけど、ゼルダの伝説を始めてからはちょっとマシになったなって思ってたら、最近やってないからやってないっていうかやれてないから、だからもしかしたらちょっと戻ってる感あるかもしれない。マジで一回あのティアキンばっかやってた時は、あのだから先月、先々月、先月あたりの時はマジでやばいわ。最初だからティアキンもあのね、最大でも2時間とかやったらもう体調悪くなってもうなんか寝込むみたいないや本当にそんなんだったんですよ。でもどっかからリミッターが外れてマジで12時間やっても酔わなくなったりしたんです、一回。そうそうなんですよ。でもまあここ最近はちょっとあの全然それどころじゃなくて、そうまだクリアしてないんですけど、そうクリアしてないんですけど、まあコンサートだったりとかファイナリストライブとかそうあって、で全然あのゲームできてなかったんで、何が酔うかってむずいんだけど、ね、大抵そういう風に映像作品とか、車両とか
車とかで酔うのって自分が動いてないのに景色が変わると酔うんですよ大抵ね。だから主観のいわゆる FPS ですね。 FPS はまあ 100% の確率で酔う。そう、どんだけ気をつけてても酔う。でよく真ん中にね白い点をつけてくださるゲーム会社が多いんですけど、それは酔い酔わないための結構大事なやつで、あの白い点たまにあるじゃないですか FPS で、これなんだよって思うかもしれないけど、あれってそう、あそこを見ると酔わなくなるんですよ。まあ酔わなくなるって言っても限度があるんですけど、酔いにくくなるの。だから Apex とかって基本的に主観じゃないですか、完全に主観。だからそう、あれがあると助かる。でね、その FPS じゃなくて、なんて名前だっけな、なんとかなんとかなんとか忘れちゃった。 FPS じゃなくてなんだっけ、そう、主観じゃないやつ。 FPS なんだっけな、同じようなやつでさ、あ、TPS。三人称視点のシューティングゲーム。FPS はファーストパーソンシューティングの略。自分が操作しているキャラクターの視点でプレイするのは特徴。だから VR とかってそうですよね。VR って自分でこうやってやったら変わるじゃないですか。で、TPS は三人称視点のシューティングゲーム。サードパーソンシューティングは、撃ってる人が映るやつ、背中が見えるやつ。だからゼルダの伝説もそれなんですけど、 TPS なんですけど、まあシューティングじゃないかそうそうそう、背中とか後頭部とかが見えるやつ、まあシューティングではないんですけど、ゼルダはどっちも酔いますけど FPS の方が酔う。ぐるぐる動くからね。そうそう、でもそれはなんでかって言ったら、本人自分自身はそういう動きをしてないのに視覚だけ変わるからっていうのが理由なんですけど、でもじゃあゼルダの伝説やっててそうならなくなったのは、もう私がそう動いてるつもりだったのかもしれない。うん、分からんけどね、分からんけど。あ、マリカも酔うよ。マリカもだからワンゲームしかしない、基本。あの4コース1回しか健康な状態ではできない。日焼け止め指数かと思ったよ。なんだっけそれ確かに、なんだっけ、 FPS って確かに FPS って言うね。 SPF やんSPS、 SPF やんサンプロテクションファクター。逆や逆。ありがとうございます、ギフトね。ソフトクリームとかかき氷ハクション、ハクションはもらってないです。音ゲーはだって
いから画面が。ゲームをやってだから普通に止まった状態でゲームやってるだけだったら別に言わないよ。あの中身が動くやつがダメなのよ。 3D 映画も酔うよ。だから私この前妹と一緒にマリオの2回目なんですけど、マリオの 3D の 4DX を見に行ったんですけど、全力で楽しむために酔い止めを飲んでから行ったガチ勢のように楽しかった。あ、ソフトクリームありがとうございます。酔うかは分からんけど、だからあれですよ、いわゆる予防です。予防かき氷ありがとうございます。そうだってさ、見ててさ、せっかくさお金払ってみようと思っててさ、それでさ最終的に酔ってさね、あの画面用意してさ楽しめなかったら嫌じゃないですか。だからせめてもの不安要素を取り除くためのやつです。ひなちゃんはアイス派かき氷派、かき氷派にしてますね一応。ジェットコースターも酔う、まあ、酔うけど、ジェットコースターは短いからだからそこまでじゃないかな。うん、あと勢いがあるから。めちゃめちゃゆっくり、例えば30分ずっと乗りっぱなしの、あの30分とは言えず多分5分乗りっぱなし、あ5分だったら早いかな。体感5分ってだってジェットコースターの5分ってさ大会1分なんだもんな。まあなんかもうほんと体感5分レベルで乗ってたら酔うと思う。うん、でも意外とディズニーのって意外と5分ぐらい乗ってたりするんですよね。あ、コーヒーカップとかメリーゴーランドとかも全然ダメ。うん、メリーゴーランドはものにもよるけど基本的に別に酔うかな。いつの間にか頑張って乗って後で後悔するんだよね。ありがとうございます。あれ？あれ、リオツンがギフト投げてくれてる。本物？かき氷投げてくれてる。え？ちょっとノーメイクで失礼します。アバターがマイキューのアバターがマイキューのハートのやつでちょっとおもろい。あ、やっぱメール送らなきゃ。なんでかわいいね。あ、でもあれか、今もう時間外だからミスったかな、もしかして。じゃあそっとしておいた方がいいかもしれない。みんなもしかしたら間違えて投げちゃったとかかもしれない。ちょっとわかんないけど、ありがとう。いや可愛いんだよな、可愛い、ほんと可愛くてさ。そう、メール、そう、ちょっとまだ今日メール送れてなくてね、朝ね死ぬほどテンションが上がりきらなくて、そう、もうこの世の終わりかっていうぐらいの落ち込み方だったんで、あ、別に何もないんですよ。うん、
うん、ありがとうございます、ギフトね。よいしょ。そういえばさ、あの別の、いや、あの別の告知広告がラブラの看板、広告看板ラブラのとこに貼ってもらってるらしいぞ、みんな。全然見に行けてないですね全然でございます。よし、そう、楽曲の先行配信も始まってて、フルも公開されてるんですよ。一応私もツイッターしてツイートしてたんですけど、あのね、そう、前後がさ私がそう歌唱力のファイナリストライブあったりとかしててさ、みんな見れてんのかなと思って。そう、いい曲ですよ。うん、言葉にはできない I love you 幼なじみは、うん、そう、普通に音楽アプリだったら見れるはず、見れるっていうか聞けるはず。あ、メールメール、よし。本当だ、 YouTube ミュージックでも聴けるんだ。本当だ、本当だ。そう、 YouTube で聞けるみたいな言ってて、もう無断転載なことも多いからさ、確認したら本家だったわ。これはね、あのね、そう、最近からあるやつですね。でも私の Twitter の方もリツ、Twitter がクロスになってる、やじゃ、これクロス、クロスじゃないか、なんだっけ、 X か、あと、これこれ、リンクトゥ NGT、 あほら、 YouTube ミュージックもある、アップルミュージック、LINE ミュージック、 Spotify、 Amazon ミュージック、 アワー、 楽天ミュージック、YouTube ミュージック、KKBOX、iTunes ストア、レコチョクで聞けます。はい。
あ、そう、31日にね、そうニコ生さんでの配信もあったりするんで、よかったらご覧ください。ちょっと今日はもう早いものですが、配信を終わりにしようと思っています。おしゃべり会よろしくお願いします。いえいえいえ、ちょっとツイッターいろいろ告知しなきゃいけないから、もう全部一回今から告知しようそう、インリツとかリツイートとかさ、多分しそびれてるからさ、いろいろそれを全部やるっていう。よしね、ちょっと短いんですが明日楽しみましょうね。よろしくお願いします。男女読みます。13位トールさん、12位ケイコさん、11位イチタさん、10位シンチェロスさん、9位あずきさん、8位イヌくんさん、7位ケイさん、6位突破級さん、5位ベロさん、4位トウゴさん、3位シンイチさん、2位ゆかおしじいさん、1位ひょりげたさん。ありがとう、ゲストもありがとうございます。そう、発売前オフライン珍しいと言いますか、そうなんですけれども、よろしくね。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。